こんにちは、お元気ですかイブセですすかイセ私、やっぱりですね、あの国際情勢の裏側の裏の裏をですね暴露したい手に入った情報をぜひ皆さんに公開したい、えー、そんな欲求がどうしても、ね、抑えられないんですけどそれでもやっちゃうとまた YouTube でバンされちゃう削除されちゃいます審査が厳しいですからね私もこれ以上、ね、削除されるわけにはいきませんこのチャンネルをやっぱり大事にしたい ですからね、えー、ブログの方に書いておきましたんで、概要欄にリンク貼っておきますんでね、そちらブログの方を見ていただければと思います。ぜひ皆さんに世界情勢の裏側をね知っていただきたい。まあ、そんな暴露の話したってどうなるんだっていうね、そういう声もありますけど、そういうね、世界の情勢、ね、裏側ではどんなことが起きてるのかっていうのを知るのって、私ね、やっぱ大事だと思うんですよね。 知った上で、この日本人としてどうすればいいのかっていうことをね、えー、一緒に考えていきたいと思うんですよ。で、そのヒントとなるような話を今日していきたいと思います。大事なのは縄文人なんですよ。 縄文人の話ね、えー、今日はもう縄文人のお話をしっかりとしていきたいと思います縄文人たちはね普通に宇宙人とお話ししていたという、まあ、そういうねちょっと不思議なお話をねお届けしたいと思います、えー、そしてねこの宇宙人のことを縄文人たちは神と呼んでたんですよね まあとにかく現在のこの世界文明ってのは実は縄文から始まったんだという、まあ、そういう不思議なお話でございますそれでは早速行ってみましょうね <music> この本です対談集です えー、矢作さんと直樹並木さんのね、えー、この本なんですけど、この本ね、私読んでてね、もうびっくりしました。えーそういうことーっていうね、矢作さんは東大名誉教授のお医者さんですよ。ね、もう本当に優秀なお医者さん、頭いい人です。えー、そして並木さんはですね、 不思議な能力を持つカウンセラーなんです。スピリチュアルカウンセラーなんです。あのスピリチュアルの世界ではもう超有名人です。えー、私のチャンネル登録者数、登録してくださった中には、ナミキって誰やねんっていうね、そういった人もいると思いますけれども、あの、YouTube ね、えー、いっぱいナミキさんの YouTube 出てますからね、興味のある人はぜひ見ていただければと思います。えー、それではね、この本の中に縄文人のことが書いてあるんですよ。 そこら辺の一部をですね、ご紹介していきたいと思います。えー、まずね、このざっくりとした年表を見ていただきたいと思うんです。この年表はね、ほぼ多くの人たちが賛同している、まあ、証明している、うん、アグリしている年表ですよね。 えー、縄文時代の文明の最盛期が1万5,000年も前なんです。それから8,000年前の間が、まあ、縄文時代の最盛期。その後、まあ弥生時代に入っていくんですけれどもねあの遺跡から出土した土偶とか、ねえー、土器とかそういったものから、まあ、年代が、ね、割,り割り出されるわけですからもう間違いなく縄文文明の最盛期は1万5,000年前。 から年前の間だろうと言われております長いんですよ、ですから。すんごい長い間、縄文文明が栄えたんです。で、ちょっとね、これ見ていただきたいんですけど、2万250万年前にレムリア文明っていうのがあります。ですから、レムリア文明が1万3000年前に沈むんですね。レムリア大陸とアトランティス大陸が沈むんですけど、 縄文文明とレムリア文明こう、ね、交わってるんですよね。そうなんですよ。ここポイントなんですね。で、縄文文明が終わった頃と、またあの、四大化文明。まあまあ、私は小,小学校の教科書で並びますなな。並びま、並びま、あの、学びますよね。あの、四大化文明ですよ。 エジプト、メソポタミア、インダス、それから黄河文明ね。あの四大化文明の発祥が9000年から6000年前ですから、縄文文明とこれまた交わってるんですよ。縄文文明8000年前がもう最盛期、その後ずっと後期になっていくんですけれども、交わってるんですよ。ね、ここら辺がポイント。そして、あの古事記の世界の天孫降臨が7500年前。 からあ5000年前の間にンン降臨が起きてるんですねで3020年前古代イスラエルのダ,ベダビデ王が誕生してますですからたい、まあ、3000年前にイスラエル古代イスラエルの最盛期が起きているということなんですよねここら辺の年代重要ですよ でこの3000年前に大陸から弥生人が入り始めるというで弥生時代が始まるわけですけどまあそこら辺のことは教科書でもね学びますよねで、えー、2670年前に神武天皇が即位されますその後2500年前にギリシャが没降してお釈迦様がこの頃誕生するわけです こういう時代の流れ、歴史の流れをちゃんと頭にちょっと叩き込んでいただきたいんですね。えー、このね、大事なのは先ほども言いました、縄文と同時期に、レムリア大陸とアトランティス大陸が沈没しています。ここがポイントなんです。えー、じゃあ、ムー大陸はないんじゃないかって思いますよね。でね、このお二人が言うには、ムーだけは別格なんだそうです。ムー大陸だけは別格。ムーは高次元の意識体なんだそうです。 ね、でこの意識体が地球上で進化を遂げたんだと言われています。でこのお二人はですねムー大陸はねこう意識体ですからあの現存してないんですね。でレムリア大陸は太平洋にあったという説を取られています。このレムリアっていうのはインド洋にあったという説と太平洋にあったという説と2つ説があるんですけどねでこのお二人はあ太平洋にあったという説を取られておられます。 そこらへんがポイントですねちょっとね頭んの,のか入れ,入れといていただけると助かりますで、えー、縄文人というのは日本の南の地域から北へ広がっていったんだそうです、ね、ですからまあ沖縄が起源なんじゃないかなって沖縄には実はね神武天皇が誕生した島があるという伝説があるんですよね実はねすごくない えー、朝鮮半島や北海道にも住み着いていきましたその後大陸から来た人々と混血していくという、まあ、そういう時代の流れがありますねでゲノム解析すると縄文人のゲノムを引き継ぐ割合が高いのはアイヌと沖縄です沖縄に住む人たちね縄文人を引き継いでる割合が現在ですよ現在高いっていう で、この沖縄の人たちの DNA を解析すると、大陸や半島人の、の半島に、ね、住む人たちにはない DNA を持ってるんです。ですから、完璧に違う人種だということが、もう明確に、科学的に証明されてるんです。で、このお二人が言うには、北と南にはね、強いエネルギーポイントがあると、まあ、そのようにお二人は言われております。で、しかもね、 宇宙とつながっている時空のポータルがあったんだと。北と南にね、あったんだと言われております。すごくない、まあ、いずれにしてもね、縄文時代というのは世界の四大化文明よりもはるかに古いわけです。文字もあったんです。 まあ文字に関してはちょっとね、話が長くなるのでまたね、次回お話ししていきたいと思うんですけれども、当然、天体の運行も分かっていました。星読みの技術もしっかりとありました。そういう知識も持ってたんです、縄文人というのはね。で、この地図のようにね、アフリカで最初の人類が誕生して、そこから世界中へ広がっていたっていうのが、私たち教科書で学ぶことなんですけども、これ、勘違いなんです。大きな間違いなんです。 実際はね、宇宙人によって作られた8人のマザーが各大陸に存在していたわけです。そうなんです。8人のマザーが最初なんです。ホモ・サピエンスの最初は8体あったんです。これ宇宙人が作ったわけですよね。で、その一つが日本にもあったわけです。こういうふうな、まあ、ね、前提知識ちゃんと頭の中に入れといていただけると、うん、助かります。 でその後レムリアやアトランティスなど高度な文明が発達しますが大陸が沈没して消滅しますいいですかですからこの地球上には高度な文明が発達して消滅するということが何回か繰り返されてるんですよ。ね。でそのレムリア文明 ねもうかなり高度な文明があったレムリア文明を引き継いだのが縄文文明なんですレムリア大陸太平洋にあったレムリア大陸が沈没した時そのレムリア大陸の端っこにあった日本という国この地域に日本列島の地域に残った人たちがいるわけですよね。 沈没した時に全部消滅したほとんどは消滅してるんですけど残った人たちがいるですからそのレムリア文明を引き継いだのがこの日本列島に住み着いた縄文文明なんです縄文人たちなんですねですから現在のこの世界中に広がってるこの文明というのは縄文文明から広がったわけです重要なことなので 繰り返します現在の文明が最初に起こったのはここ日本列島なんですすごくない縄文時代は宇宙とのコネクションができたんですが時代の変化とともにできなく,できな,くなっていったんです、まあ、ですからねあの日中同祖論ってあるでしょ あの日本とユダヤっていうのは日本人とユダヤ人っていうのは、ね、祖先が一緒なんだっていう、まあ、そういう日中同祖論というのがありますこれぜひね今これ,これ,これ詳しく話しするともうすんげえ長い話になっちゃうのでぜひね検索していただければと思います日中同祖論って本当面白いですよ古代ユダヤ古代イスラエルの,あの言葉と日本の言葉すんげえ似てるんです いまだに日本の言葉にその古代ユダ,ユダヤ人の古代イスラエルの言葉が日本にいまだに残ってる。例えば「君がよう」なんかは古代ユダヤの言葉でもうちゃんとね、えー、解釈できるんですよね。すごくないですか あのー、あとね、わっしょいわっしょいっていうのをね、あれ、日本語としてもおかしいでしょあれ、持ち上げろ持ち上げろっていう意味なんですよ。古代イスラエルの言葉で持ち上げろっていう意味なんだそうですよ。すごくないまあ、そういったことがいっぱいあるんですよ。日宇ソ祖論って本当と面白いです。でね、あのー、この日宇ソ祖論で言うなれば、古代ユダヤの失われた重種族のうちの一部が、 日本へ来ているっていうことなんですね。ですけれども古代ユダヤイスラエルがあった年代よりももっと古い年代に縄文文明があったわけですからこの縄文人たちが世界中に広がっているわけですよ。当然イスラエルの地にも届いてます。つまり失われた重種族の一部が日本へやってきたというのはその 逆輸入だっていうことなんですよ。すごくないえー、で、ちょっと縄文時代の話に戻りますけれども、縄文時代のテクノロジーはかなり進んでいました。それはそうです。レムリアの文明を引き継いでますから。ね。えー、例えばこの火炎型土器です。これ縄文式土器のね、えー、有名な土器ですけれども、この形見てください。この形が実はトーラスなんです。 トーラスというねフリーエネルギー理論の一つなんですけどこの土器の中に入れた食べ物は腐らなかったんですすごくないトーラスから発生するエネルギーフィールドの影響で食べ物を長期保存できたわけです何よりも作った人の高いエネルギーも関係しています実はこの形に意味があるんだそうですすごくないですか この形は私たちの中にある縄文の DNA を活性化させてくれるんです。この形をよく見てください。なんか燃え上がるものが魂の底から湧いてきませんかこの形です。まあ、実際日本の各地に博物館でこのね、えー、縄文土器、火炎式土器ね、火炎型土器展示されていますから、実物をぜひ見に行ってみてください。 私たちの心の魂の底に眠っている DNA が目を覚ましますから、活性化しますから、ぜひ見ていただければと思うんですね。この形に意味があるんです。エネルギーのな流れを減退させないための特殊な文様なんですよ。ね。まあ、縄文人はそれだけ高度なテクノロジーを持っていたってことです。 まあ、縄文時代のテクノロジーが今残ってるのはこの火炎型土器っていうことですよ。ね他にもいっぱいあったそうなんですけれども残ってないんですね残念ながらねあとね稲作も実は日本から大陸に広まったんだとお二人は言ってます。私たちね 学校で、社会の勉強でね、大陸から稲作が日本に入ってきた。それが弥生時代の特徴だなんてことをね、学びますよね。テストにも出ましたよね。でも違うんだそうです。少なくとも1万年以上前には、日本で稲,稲が作られていたそうです。まあ、その時の稲作っていうのは水田ではなく陸島なんですね。だから水田の遺跡はないわけです。日本にね。陸島だから。 ね、あとね、梅とか桃の木も元となるものは日本から大陸は渡ってそれがまた逆輸入され,てたされてきたっていうことなんですね、まあ、とにかく世界の全ての文明は日本の影響を受けています日本は世界のひな型なんです日本人の DNA には原型となった縄文人の DNA が存在します日本人がその封印を解けば 世界が大きく変わりますそうお二人は語っていましたねまあ私たちはね、えー、縄文人はまるで原始人のようなイメージをね私たち持ってますよねでもね実際は全く違うそうです巨大な岩をね粘土でも扱うように自由に形を変えることができたんです巨大な岩をひょいっと動かすこともできたんです 硬いももののを一瞬ににししてゼリーのようにすることもできましたそれをまた固めることで隙間なくぴったりと密着した建造物を作ることができたんですすごくな、ね、いまあ半重力という宇宙のテクノロジーを使って巨大なものを動かすこともできました縄文人は高次元の存在とつながることで現代人よりもはるかに快適な暮らしをしていたんですすごいよね まあ、信じるか信じないかはあなた次第みたいなね、そんな話ですよ。まあ、この辺の時代のことはね、文献として残ってるわけじゃないですし、この時代に来てた人がいまだに残ってて、それ語ってるわけではないですからね。まあ、転生して語っていくしかないわけですけどね。えー、で、まあ、そういう縄文時代が終わって、約3000年前頃から大陸から日本へ入ってきた人たちがいっぱいいるわけね。 でえー、いろんな人たちが入ってきて、根血が進んで、まあ、縄文時代に持ってた神聖な精神が失われていきました。その頃から争いもどん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 増えていったんですよね。まあ、お釈迦様の誕生が2500年前です。古代ギリシャの木工期も同じ頃です、ね。ソクラテスとかね、プラトンとかが、ね、活躍した時期ですよね。 この時代から人類は頭で考えるというフェーズに入っていきます。そうなんです。それまでは直感、魂で考えるっていうね。魂の声に従っていくという、まあそういう時代だったんですけど、2500年前から頭で考えてしまうという、まあそういうフェーズに入っていくわけですけど、まあそのせいで人類の精神性の中の神が遠くなっていきました。この頃から、 力こそ正義という世界に入っていきます。正義なんかどこにもないんです。あいつらが悪い、俺たちが正しいっていうね、もう善と悪の戦いに今入っていきますけど、結局力があるやつが正義になっちゃうわけじゃないですか。強いやつが正義になっちゃうわけじゃないですか。ね、武器をたくさん持ってるやつが正義になっちゃうわけじゃないですか。それってもうそろそろ終わりにしませんか。 まあとにかくネガティブな感情に染まり波動が落ちていきましたつまりこの2500年前から続く争いの世界が今ずーっと続いてるんですそれもそろそろ終わらせる終わりに近づいてきてますでそれ終わらせるには元の精神的な世界に戻る必要があるってことなんですね これから日本は重要な役割を果たしていきます。日本人はすごいパワーを持っています。だから誇りを持つべきです。この地球が大変革期を迎えているときに、私たち日本人が魂に目覚めるときなんです。まあそうね、お二人は言っておられます。あなたはどう思いますか いかかがだったでしょうかまあそうは言っても悪い連中がね裏で暗躍してるわけだからその悪い連中叩き潰していかなきゃいかんじゃないかってねそういう意見もあるでしょうもちろんそうですそういう役割を担った人もいるっていうことですから悪と戦う役割を担った人が一生懸命今で悪と戦ってくれてますありがたいことです感謝しなければいけません私たち日本人はそうそういう悪と戦うんじゃなくて 魂を解放するというまあ、そういう役割を担っていると、まあ、お二人は言ってるわけですね。で最後にね、えー、エマソンのね、えー、言葉を紹介して終わりたいと思います。魂の声に従うと競争相手がいなくなくるすごい言葉ですよね。私たちもね魂の声に従っていきましょう。魂が喜ぶことをしましょう。 仕事にしても、プライベートにしても、人間関係にしても、恋愛にしてもね、魂の声を聞いて、魂が喜ぶことをしていきたいと思います。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくです。私の,あのサブチャンネル、沖縄大好きチャンネルの方もね、ぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。